おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も絶望プリズン実況プレイ始めていきたいと思います。前回はこのなんだっけ、冬月四郎くんだっけっていう人に話しかけられたところで終わったので、早速ここからやっていきましょう。どんな声だったかもう忘れたけどねどうだったかな。いやーいやー、転校生くん、うわ、君は確か冬月四郎くんだっけ。冬月四郎、オカルト部の部長を務めているらしい。見た目はかなり不気味だが、物腰柔らかく丁寧な喋り方だ。そうなんだ。正直そこがさらに怪しさを際立たせている。確かに、いやだって格好は全然さ、格好全然物腰柔らかそうじゃないよ。だしまたガニ股かい。いやちょっといいななんで私ガニ股キャラを好きになる傾向があるんだろう。こんなタイミングでこのクラスに転校なんてついてないですね。え、それってどういう意味？このクラスでは最近やばい事件がたくさん起きてるんですよ。そうなんだ。でも君はなんだか嬉しそうだねわかります？僕はこの状況が楽しくてしょうがないんです。この人かなり変わった人だな。実は僕、オカルト部の部長やってるんです。オカルト部？そうそう、主に怪奇現象を調査する部活です。楽しそうですよね。ワクワクしますよね。そこで突然なんですが、ぜひオカルト部に入りませんか？え？どうしよう。部活の勧誘か。おいおい、シロ。転校生を困らせてんじゃねえよ。なんだっけ、鬼城、キスケさん。確か。どうだったかな？おう、これは、キスケくん。鬼城、キスケ、合ってた、よし。オカルト部に、おう。この人もオカルト部なんだ。へえ。オカルト部に所属している。雰囲気は明らかに陽キャで、少しだけチャラい気もする。きっと女の友達もたくさんいるだろう偏見だよ。でも確かにビジュアルめちゃめちゃいいね。でも何このなんかベルトから出てるこのなんか悪魔の尻尾的なやつ、ちょっと気になる。かわいいね。なんか狼みたい。君もオカルト部なら勧誘手伝ってくださいよ。俺はキスケ、よろしくな。よろしく。ごめんな、うちの四郎が。最近妙な事件が多くてさ、こいつテンション上がってるんだよ。当たり前ですよ。事件を調査するのがオカルト部の仕事じゃないですか。はあ、こうなったらこいつはもう止められないんだ。ところで信之くん、ぜひ我がオカルト部へ入ってくださいよ。その後、四郎からしつこい勧誘を受け続けた。それでですね、オカルト部の魅力をあと50個あげるとしたら。この話いつまで続くんだろう。姫？うん、またまた事件ですか？マジかよ。キスケ君、早く声がした方へ行ってみましょう。ったく、しょうがねえな。ほら、信之君も一緒に行きますよ。わかったよ。おお、クリア。ねえ、こないだね、すごい途中だったから、まあ、これでまた新しい話が見れるんだね。消費して進むと。はい、調査パートスタート。地図？これでもどこが何だか全然わからんけど、ここの教室、学園敷地校舎1階に今2人がいる。でここは何？これは何？お、体育館前。ここは、あ、ここ弓道部かな。弓道部だ。中は鍵がかかっていて入れないみたいだ。じゃあここは、お、体育館か。別にうるせえな。
すいませんね最近すごい車通りが多くなって窓閉めてるんですけど、すごい聞こえるんですよね。ドリンクが置かれている。弓道場の前に置かれているということは弓道部のものかな。特におかしなところはないな。ここは何？体育教官室。へえ。調べられそうなところはパソコンとかも特にな。おお、びっくりした。監視カメラだ。防犯のために設置されているのかな。これはいろんな物質の鍵が置かれているようだ。取れないのこれ。あ、取っちゃダメか、さすがに。でもここにはなんか何もなさそうだから、こっちは何？あれ、体育館前同じ？で、こっちは何？こっち、ん？これは？こっち先に行くか。おお。中庭ね。花壇には綺麗な花が咲いている。雑草一つ生えてないけど、誰かが熱心に世話をしているのか？これは自販機。自動販売機。いろんな飲み物が売ってるんだな。ん？おしるこサイダー？名前からして美味しくなさそう。確かに。一体誰がこんなもの飲みたがるんだろう。理事長の銅像だ。すごく立派な銅像。これは？部活動の勧誘ポスターが貼られている。あ、オカルト部のポスターもあるみたいだ。怪奇現象、幽霊などなど、オカルトに興味のある方はぜひ2年 B 組の冬月史郎までご連絡を。イラスト付きで手作り感あふれるポスターだな。ん？今日から試せるおまじない。屋上に自分と好きな人の名前を書いた紙を結ぶと、その2人は1年以内に結ばれる。なんか怪しいおまじないだな。こんなの信じる人がいるのか。ここ見たらあるとかないか。特には中庭にもないかな。じゃあ違うとこ行くか。じゃあこれ、ここは職員室。はいはい。ゴミ箱だ。今は調べる必要ない。職員室の冷蔵庫。先生たちの私物が入っている。てか、こんな簡単に出入りしちゃっていいの？宮本先生の机だ。随分散らかっているな。先生は整理整頓が苦手そうだ。うん。特に、これはタバコ？ここって宮本先生の机だよな。宮本先生ってタバコ吸ってたのか。いや、なんかまあタバコ吸ってる感じの顔してるけどね失礼だな、偏見だわこれ。まあタバコ吸ってそうなイメージだったけど、ほらね。じゃあ校舎2階とかなのかな。こっちなんだろう、これグラウンドか。向こうで人だかりができてますね。早速話を聞きに行ってみましょう。あ、ここだったんだ。なんだ、物質棟の周りに人が集まってるな。何があったんだ？ちょっと探索したいから、一旦何もなかったら、あ、ちょっと待って、何もなかったら戻ってくるけど、ちょっと違うとこも見てきますね。一応学園ゴシップニュース大募集。情報をくれる方は改新学園裏情報屋のアカウントまで DM を。こういう裏掲示板とかやっぱりどの学校にもあるんだな。若い頃の理事長の写真。へえ。この隣に写っている人って、もしかしてアブさん。理事長と知り合い。あ、そういうことか。だから簡単にそのあれ、名前なんだっけ、信之くんが転校してこれたんだね。なるほどね。うわ、怖っ。なんだここ。演劇部部室。へぇ。演劇部のポスター。白雪姫 VS シンデレラという舞台らしい。面白そう。戦う。興味あるわ。私も興味ある。演劇部のポスター。男赤ずきんの逆襲という舞台らしい。へぇ。いや、なんかここの演劇部面白い。怖いよ。仮面だらけの大運動会という舞台。へえ、あんまり面白くなさそうだな。これはなーに？双子の狼の挑戦。俺たちベジタリアンになる。結構面白そう。確かに。これは？うわ、怖い！一人っ子仮面。母を訪ねて三千里という舞台らしい。これは？
解放現金金庫、はいはい、この辺は別にあと調べられないかな。じゃあまた探索に戻ります。あ、ここ2の2のだって、ここ2年 B 組の教室か。これは何、机にプリクラが貼られている。うちのクラスの女子が写っている。あ、アリスさんかなり漏れてるな。アリスさんってどれ、アリスさんって誰、どれ、証拠違う、ヒント違うな。後でキャラクターとか見よう。これ何、あいあい傘の落書きだ。翼くんの名前が書かれている。ん、もう片方は何度も書き直した跡があるな。誰かが翼くんの隣を取り合ってるのか。いや、それはもうこの、なんだっけ、さなえさんだ。さなえちゃんと、あの人でしょ、あの、男子受けのいい性格悪女でしょ、西村さんだっけ、忘れたけど。ブツブツ。この人は確かクラスメートの出雲さなえさんだっけ。なんか独り言を言いながら笑ってる。そっとしておこう。これこの人、あー、この人の名前忘れたな。でこれなんだ、座席表だ。これを見れば誰がどこに座ってるのかわかるみたいだ。なるほど。でこの人誰だっけ、あー、神宮寺清子さんね。この人は確かクラスメートの神宮寺清子さんだっけ。机に座って勉強しているみたいだ。偉いね。集中してそうだし話しかけないでおこう。オッケーオッケー。なんだこれ、静香さんのリコーダーだ。静香さん、あー、はいはい、さっきのあの西村静香さん、性格悪女ね。ハートのストラップがついている。女の子らしいな。オッケーオッケー。あとはなさそうかな。オッケー。結構みんなバラバラにいるね。はい、あ、この人この人、へんへん。この人は確かクラスメートの西村静香さんだっけ。画材の整理をしているようだ。彼女は美術部なのかな。邪魔すると悪いし話しかけないでおこう。うん、絵の具の入った、こぼしたら大変。石膏像を落として壊れない。はい、あー、前回私が宇都宮さとみって言ったのに宇都宮って間違って言っちゃった人だ。今日の会議の議題はブツブツ。あれは確かクラスメートの宇都宮さとみくんだよな。なんだ、転校生じゃねえか。え、会長に用事か。いや、会長は忙しい人だ。もし何かあるなら俺に言え。うん、でも何でもないから大丈夫。そうか、もし何か困ったことがあれば言えよ。あ、ありがとう。なんか怖そうな見た目してるけど案外優しい人なのかな。うん、はい、ふみちゃんふみちゃんでいい、ふみ生徒会長、黒木ふみ生徒会長ですね。黒木ふみさん、どうかしたんですか。え、生徒会に何か用事があるんですか。いや、別にそういうわけでは。そう、転校初日ですからわからないことだらけですよね。私はこれから会議があるので学園の案内はできませんが、自由に散歩してみるのもいいかと思いますよ。どうも。さすが生徒会長、なんかしっかりしてる。うん、ここが生徒会室なのか。 OKOK。屋上だ。屋上になんか結んではないね。特に調べられそう。おい、フェン、あ、結ばれてるわ。フェンスには紙が結ばれている。あ、この紙何か書かれているみたいだ。クリタニシカ、はあ、じゃあクリあれ、クリタだっけ、クリタオモタくんは静香さんが好きなんだね。なるほど。一部しか読めないから何のことかさっぱりだな。この紙一体誰が結んだんだろう。桃田くんじゃない。だって静香さんは多分ね、翼くんのこと好きでしょ。ねえ、原宿東通り、
へえ。ハングリーと書かれたファッションブランドの店だ。ここは奇抜なデザインの服が多い店だな。ねえねえ、この服どう？いいじゃん、すごく似合ってると思う。あそこにいる二人は確かクラスメートの白川杏さんと河原美香子さんだよな。杏ちゃんってハングリーのブランド好きだよね。まあね、私の好みと合うっていうか、こういう系の服が私のイメージに合うし。うんうん、杏ちゃんはスタイルいいしかっこいいから、ハングリーの服がすごく似合うと思う。美香子、あんた褒めすぎて逆に嘘っぽい。え、ごめん、そんなつもりじゃ。私は本当に似合ってると思って。はいはい、分かってるから、ありがとう。うん、あの二人は仲がいいんだな。っていうか、このなんだっけ、美香子ちゃんだっけ、すっげえ葉っぱついてるけど。で、こんなことしてる場合じゃない、早く事件の調査に戻らないと。確かに、そろそろ戻るか。こっちには何もないよね。はい、タピオカ専門店、はいはいはい今流行りのね。こっちにはだと何もなさそうだから、はい、じゃあ見終わったのでそろそろ話しかけていきましょうか。あれは、おや、部室前に人だかりができているようですね。あれは弓道部だよな。翼くん、大丈夫？翼、早くここを開けるんだ。翼って彼のことだよね。え？どうやら弓道部の部室で何かあったようですね。ガチャガチャ。ダメだ、鍵がかかってて開かない。あ、そうだ、今日の部室の鍵当番は誰だっけ？あ、そういえば俺だ。もうしっかりしてよ、尾本くん。それなら早く鍵を開けて。ごめん、弓道場に置いてあるからすぐ取ってくるよ。おう、これ。ありがとう。大丈夫かな？ガチャ。開いた。大丈夫？翼くん。うん。そんな。タイミング悪く救急車も来たけど。おいおい、マジかよ。口が縫われてる。おい、返事しろよ翼。死んでるね。返事がない。そんな、すげえいいタイミングで救急車来るじゃん。でもちょっと物騒だけどね。一体誰がこんなことを。おい、まだ生きてるぞ。本当に、よかった翼、翼。ダメだ、起きる気配がない。口からの出血もかなりひどい。早く保健室に連れて行こう。そうだな。だった。その後、翼くんは弓道部によって保健室に運ばれた。なかなか衝撃的な事件が起きましたね。口を縫われるなんてマジ痛そうだよな。まさかこれがドッペルゲンガーの。どうやら事件が起きたみたいだな。この声は。どうも、また私たちです。ドッペルゲンガーが動き始めたみたいだな。やっぱりこれはドッペルゲンガーの仕業なの。ああ。犯人は2年 B 組の中にいる誰かのドッペルゲンガーだ。あの中の誰かが翼くんを。にゃっはっは。早く犯人を見つけて退治しないとな。でもどうやって。奴らを退治するには、誰がドッペルゲンガーなのか正体を突き止めて、さらに事件を起こした動機まで暴かなければならない。でもそんなこと急に言われても。ドッペルゲンガーは
超能力が使えるわけじゃありません。あくまで人間ができる範囲の手口でしか犯行できないんです。だから名探偵になったつもりで事件の真相を推理してください。記憶を取り戻すためにぜいぜい頑張るんだな。そういうわけで、あとはよろしくお願いします。じゃあな。ちょっと待って。あ、また消えた。おい、信行。あ、ぼーっとして大丈夫か。うん。さあさあ、早速オカルト部の出番ですね。もちろん信行くんも手伝ってくれますよね。あの二人が言うには、記憶を取り戻すためにドッペルゲンガーの正体と動機を暴かないといけない。そのためには一人で探すよりもみんなと探した方がいいよな。俺もオカルト部に入って協力するよ。そうですか。やりました、キスケ君。これで三人目オカルト部の誕生です。せいぜい後悔しないようにな。では、こちらをどうぞ。これは、オカルト部のオリジナルバッジです。オカルト部はこれをつけるのが義務なのです。つけねえとシロがうるせえからな。諦めるしかねえぞ。そうなんだ。俺はしぶしぶバッジをつけた。いいですね。似合ってますよ。ありがとう。それじゃあ、早速調査を始めましょうか。おー、進展あり。オッケー。じゃあ、調査が始まるということで、じゃあ今回はまあ、こんくらいで終わりましょうか。ご視聴ありがとうございました。まさかのね、一番ビジュアルがいい三ヶ月翼が、口を縫われた状態で発見されたと。あ、でも死んでなくてよかったね。いや、よかったよ、普通にね、狼ゲームとかだったら死んでたよ。ってことで、とりあえず、また次回に続きます。おつぴよでーす。